どうも、ヌヌです。スーパーマリオワールド続きをやっていきたいと思います。クッパ城の城入り口。クッパの城入り口か。さあ、何番に入ろうかな。まあ、1番でいいか。結構難易度変わるんだよね、これ。いやー、スクロール系だった。電気つけるとあ、これマント効かないんか。到着しました。で、これでメカクッパを出してくるんで、上に投げて当てるんだよね、確かね。はい、よっ、こっち見んなってやつだね。第2ラウンド。あ、鉄球出してきたりとか、どこやって入ってんだろうって感じだけどね。当たった。もういい感じに。いい感じに当たってる。踏めてなかった。
これで今度のマリオの冒険は終わりです。ヨッシーの仲間も加わってピーチとの楽しいバケーションが再び始まります。懐かしいな。
はい。というわけで、スーパーマリオワールドをクリアいたしました。まだまだやってないコースも実はあったりするんですが、結構そちらは難易度の高いコースなので、もしこのゲームをやったことない方がいらっしゃれば、ぜひ面白いゲームですのでやってみてください。ご視聴ありがとうございました。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひ、ゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひ、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。